の空気である、ね、皆さんは多くの発症の方はしっかりと対策をしてください。そしてこの先ですよね、気温を見ていきますと一気に低下をしていきます。うん、なんかこれ前そこでさ、こういうぐるぐる巻くもので作ったの似てるね、なんとなく、うん、手作りで作ったの。残して冷蔵庫に入れて、明日も使える。明日もそば食べるからね。すごいね、そばの味。ね。これならまたアイス買ってもいい。ついでがねえだね。このスーパーね、高級品だと思ってる。お客さんもちょっとやっぱね、一応分かるかしら。野菜とかは少ないし、やっぱ有機栽培のとちょこっとあるだけで、例えばおせんべいとかなんかでも本当に高そうな、良さそうな。